ラーメン、広島ラーメン、広島ラーメンの一例広島ラーメンとは、戦後の広島市を中心とする広島県西部に参見される醤油豚骨味のラーメンである。本校では、あくまでも広島市内及び周辺地域に限定したものを広島ラーメンとして記述する。広島県内でも、県、中部東部、いわゆるビンゴ地方は、文化圏が異なり、ラーメンにおいても、 別の文化となってる。麺は大多数の店舗では、製麺所製の中細麺を、基本型としている。少数派ではあるが、中太麺のものを使う店もある。スープは、一般的な古くからある、広島ラーメンの基本型としては、醤油味のタレに、豚骨、鶏ガラ、野菜などを濁るまで煮出したスープを注いで茶褐色に、濁った類に仕上げる、豚骨醤油スープ。 豚骨ベースとはいえ、かなりあっさりしている。特に味に突出した部分もなく、香りも極めて穏やか。一口で言うとあっさり、さっぱりした、優しい味のものが多いと言える。したがってインパクトは、あまり強くなく、他府県の有名ご当地ラーメンのスープのような、際立った個性はないが、地元では、古くから愛されている。以上は極めて一般的な広島市内及び近郊で、 圧倒的に多いタイプのスタンダードな広島ラーメンのスープの特徴であるが、同じ広島豚骨醤油ラーメンでもこれを基本に、店々のアレンジやバリエーションによって、一部においては、かなり濃厚なものや少々醤油ラーメンよりのもの、他にも油が多めの醤油ラーメンよりで、豚骨臭の極めて強い個性的なものなど、基本製法は同じながらも最もスタンダードな広島ラーメンとは、 少々印象を異なる。個性的な店も存在するがこれらも基本が同じゆえに広島ラーメンのくくりに含まれる。具材はチャーシュー、ネギ、茹でもやし、品地区の4種を基本とする。青物やナルトに卵等などが最初から乗る店はまずない。また、具材の中でも特に茹でもやし、しかも黒豆もやしがほぼ乗せてあるのが広島ラーメンの特徴の一つであり。 その特徴が、地元では、相当に一般的な認識であるがゆえに、広島ラーメン以外の県外ご当地風ラーメン店でも、茹でもやしが乗せられている場合が多い。今時は地元でも多くの場合、ラーメンと注文時に指名するものも多くなってきたが、歴史的背景から代表的な店や、老舗店、多くの店ののれんやメニューには、今でもあえて、中華そばと記してある店も多く。 そういった店では、ラーメンと呼ばずに店側も、客の側もあくまでも、中華そば、または単に、そばと呼ぶ場合も、案外多い。以上が、広島ラーメンの基本的な部分である。そのため、のれんやメニューに、中華そばと書いてある店は、もちろんのこと大衆食堂や焼肉店や、町中華、麺類どころなどでもラーメンを注文するとこういった。 広島ラーメンが概ね提供される場合が多い。なお、特に最もベーシックなタイプのものは、それを提供する店の店名が、繁盛店や老舗店に、鳥の名前を関する店が多かったことから地元では、これらを小鳥系と呼ぶ向きも一部にはある。なお、広島ラーメン店においては、チャーハンや餃子といった、極普通の他県のラーメン店にもあるものに加えおでんを、 置いてある店もかなり多い。また、広島市及び周辺地域にては、かつて寿司店にラーメンを置くことも少なくなかったようで、ある。現在においても一部の寿司店には、昔のまま中華そばを品書きに載せている店がごくわずかながら存在する。ただしその歴史的経緯や理由については不明である。大東亜戦争小とりわけ広島では、 原爆被爆による全死壊滅の状態からの復興時、他都市同様、一線養殖などの安価な粉物や、ホルモン等々、種子のジャンルの食べ物を供する闇市的な屋台が、ウゴの竹の子のごとく市内に自然発生し、活況を停止始めた。そのような屋台のいくつかに、中国大陸、満州からの引き上げ者や中国人の営む中華そばの屋台もあった。その屋台の、 中華そばの味に感銘し、頻繁に足を運びスープを見よう見真似で作り上げた日本人が、上海などの屋台を徐々に開業し始める。特にその、上海を前身として、1957年頃に創業した姉妹として、のれんを掲げた屋台は、現在の広島ラーメンの基本型を創作し、この屋台、姉妹が、今日の広島ラーメンの元祖とされている。その、姉妹、 店主、大っきみるから直接ラーメンの調理法を教授された、鶴田秀明が開店した屋台が、初代、陽気である。あと、その屋台、陽気を、のれんごと譲り受け、借金返済のためにと営業し始めた、原広行が、現、陽気である。また少し遅れて、スズメも開業し今日ではこの、陽気、スズメの2点が、現在のスタイルの広島ラーメンの完成者及び、 歴史的代表格と言われている。なお、陽気と、すずめの広島ラーメン代表格の老舗2点は、経営者家族同士が、遠赤関係にある。白楽豚骨スープに醤油ダレを加えた、茶菓子食の豚骨醤油スープに、中細麺、ネギ、チャーシューもやし、品クを具材とする、広島ラーメンの基本型が定まった時期は、このような流れから、 太平洋戦争後から1960年頃の間と思われる。ありがとうございます。